私たち日本アクセスは幅広い食ビジネスに携わる総合食品卸売企業です。守る、つなぐ、作ることを通じて働きがいを高め、個々の力を結集することで人と食の未来への架け橋となります。日本アクセスの歴史は1952年まで遡り、1993年に食品卸売業5社が合併し、株式会社雪印アクセスが発足。2002年に伊藤忠商事株式会社の完全子会社となり、2004年に社名を株式会社日本アクセスへと変更しました。伊藤忠グループにおける食ビジネスの担い手として、収益力は業界ナンバーワン。また物流拠点は日本全国に約520カ所、稼働契約車両台数は1日あたり約9400台を有しており、食品物流インフラも日本ナンバーワン。安全安心な食品を安定的に供給しています。2020年4月、 SDGs 達成に向けて取り組むため SDGs 宣言を実施。食の安全安心のためのリスク未然防止、地球環境のためのフードロス対策、省エネルギー対策、労働環境のためのダイバーシティ推進、社会貢献のための地域支援、次世代育成、以上の活動を食のサプライチェーン全体に広げていくことで豊かな食生活を担います。2030年までに食品廃棄物排出量を2016年度比 50% 削減、エネルギー消費減単位を2013年度比 26% 削減、食品重大事故を撲滅。誰もが能力を発揮し、働きがいのある会社を目標にしています。社会の変化に応え続けるため、卸売市場、ロジスティクス市場、製造加工市場の市場分野におけるアクセスバリューを実現し、卸売の枠を超えた卸企業を目指します。国内外の調達ネットワークにより、消費者視点のニーズにお応えするため約20万点以上の商材を取り扱っています。日々変わるトレンドを捉え、最適な商品をタイムリーにご提案するドライ。幹線物流、フローズンチルドを活用することで、価値ある商品を幅広く取り揃え、安全安心で美味しい食品をお届けするチルド。メーカー様の枠を超え、魅力的なフローズン食品をご提案するフローズン食品。日本アクセスの強みであるチルド物流機能を生かし、生酒をニュージャンルとして位置づけた種類。伊藤忠グループの調達力と日本アクセスのネットワークを生かし、幅広い商品をご提案する生鮮。管理栄養士や惣菜管理士が市場ニーズにマッチした商品をご提案するデリカ。日本アクセスオリジナルブランドを開発し、食の発信源として毎日の美味しい食文化を提案。外食、中食を含む食品市場に対して、省流、物流、情報システム、食品安全のワンストップサービスをご提供しています。海外に向けては現在13の国と地域、海外への販売先は国内同様に、外食、中食を含む日系企業をはじめ、現地メインストリーム市場に商品供給を展開しています。独自のネットワークと日本国内約520拠点に及ぶ全温度帯対応のインフラを駆使し、高度なロジスティクスサービスを展開しています。お得意先様専用センターで最適な物流を構築する 3PL センター、独自の物流網を生かし、メーカー様の商圏拡大をサポートする全国幹線物流網、豊富な物流インフラを活用するロジスティクス営業、温度帯変更商品の期限表示ラベル調布業務を効率化する流通加工機能、研修や改善などの取り組みを推進するアクセスロジスティクス会、
EC に関するお客様・事業者様双方のご要望に応える e コマース配送機能。海外事業では伊藤忠グループのインフラを活用し、日系メーカー様の海外拡販支援や海外進出支援等に注力しています。日本アクセスが商品調達先と海外輸入商社をつなぎ、円滑な輸出をサポートいたします。これらのトータルロジスティクスで製造・配送・販売事業の効率化をサポートします。日本アクセスの考えるマーケティングとは、生活者のニーズに基づいた提案で小売業各社様の店舗価値を向上させることです。卸ならではの視点で売り場全体の活性化を図る販売促進キャンペーン、生活者視点を取り込み、さまざまなメディアを活用するメディアプロモーション、消費者ニーズを捉えた独自の分析レポート・販促情報誌、社内外のデータを集約したプラットフォームによるデータ収集・分析、衣食住に関するお客様ニーズの変化に対応する総合生活提案、お客様の海外進出のため国内海外取引で培ったノウハウを生かした総合的な戦略を立案・実行いたします。現在中国・香港・台湾・タイなどを筆頭に多くの国に向けてメイドインジャパン商品の開発から供給までを一元で行っています。今後もさまざまな国々へメイドインジャパンを拡大してお届けしていきます。マーチャンダイジング、ロジスティクス、マーケティングのソリューションで海外のお客様のニーズに合わせたメイドインジャパンの商品開発を行い、お客様の食に向き合いながら新しい価値をご提供いたします。日本アクセスは毎年夏冬に日本国内最大規模の展示商談会フードコンベンションを開催、出展企業数はなんと500社以上、企業様からの信頼をいただいている日本アクセスだからこそできる大規模の展示会です。日本アクセスは日本有数の食品商社としてのネットワークと提案力を生かし、小売業様とメーカー様をつなぐ場を提供するため展示会を開催。食の安全安心を守る、流通で健やかな食生活を支える、つなぐ、新たな価値提案でパートナーと共に成長する、作る、この3つのミッションを開催の背景としています。展示会の最大のメリットは個別商談よりも格段に多くの企業様と接点が持てること。海外からの企業様も来場されています。新商品の発表や試食など新たな発見の場をご提供しております。日本アクセスではメーカー様との協業で商品開発を行っており、独自のノウハウを生かした高機能な製品をフードコンベンションで紹介。チルドフローズン商品デルシーは主に低温流通商品を扱うブランド、冷凍野菜など新たな食シーンを提供するラインナップを展開しています。ドライ商品みわびは乾物を中心としたシリーズ、産地の思いが結集した商品をお届けしています。カラダスマイルプロジェクトは働く女性をメインターゲットにしたプロジェクト、手軽に栄養バランスを整えるラインナップで現代女性の健康を応援しています。生鮮冷凍キットストックキッチンは手作り感のある料理を簡単にお楽しみいただけるミールキット、冷凍売り場の活性化に貢献するラインナップを展開しています。まるでミートは 100% 植物性のプラントベースフード、今後懸念される食肉不足問題の解決につながる商品を開発しています。日々進化する食シーンの最前線をご体験いただけるフードコンベンション、事業の新たなヒントとなる商品がきっと見つかります。食にまつわるサービスで日本全国をつなぎ世界へ届ける、すべてのパートナー企業様に
新しい価値をお届けするため、私たち日本アクセスはこれからも挑戦を続けます。